物語は一気に動き出す。9歳後に予想される8つの展開。皆さんこんにちは、宮司のコーランです。今回は9歳後に予想される展開について考察していきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。なお、こちら本誌ネタですので、単行本派の方はご注意くださいね。キングダム本編は行編が完結し、1ヶ月間の長期休載に入りました。この休載が明けた後、どのような展開が描かれるのでしょうか？作中の描写と、史実から可能性があるものを、8つほど予想してみました。今後の展開はこうなってほしい、これが気になった、などありましたら、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。もし面白いと思ったら、ぜひ、動画下から、チャンネル登録と高評価をお願いします。1、論考交渉。連載再開の一発目に来るのは、まず間違いなく論考交渉でしょう。飛信隊への褒章は行われたようですが、まだ、王翦、関羽、楊端和ら各将軍は、641話時点では、関羽に帰還しておらず、論考交渉は、まだ先だと言っていました。ですので、642話では、少し時間が経過して、論考交渉から始まると予想されます。この論考交渉での順位は、別動画で2パターンの予想をしていますが、どんな結果になるのか、本当に1ヶ月間待ち遠しいですよね。2、飛信隊の再編成。次に行われるのは、飛信隊の再編成でしょう。李信が将軍になることによって、飛信隊は、ついに、将軍規模の軍になります。少なくとも1万人規模になると思われ、兵の増員と部隊長級の昇進もあるでしょう。千人将が増えたり、三千人将になるものも数人出てくるかもしれませんね。飛信隊では、歩兵隊副長の少佐や、部隊長だったと思われる巨外を失っており、ここに補充の必要性も出てきますよね。また、今回、関が将軍首を取ったことにより、大幅な昇進の可能性もあり得ます。そうなると、いよいよ、飛信隊の中に弓隊が設立されるかもしれませんね。3、玉砲隊、学科隊の新生。また、将軍昇格にあたって編成が変わるのは、飛信隊だけではないでしょう。学科隊や玉砲隊も、大幅な増員や兵科の追加が行われるかもしれません。どちらの隊も、副長のポツヤンや幹部級のキュウコンなど、主戦力だった人材が死亡してしまいました。この穴を埋めるべく、増員を行うという描写が追加されるかもしれません。特に、玉砲隊は、赤軍の加入も噂されており、これが実現するかどうかに注目が集まります。学科隊も、幹部が少ないことが懸念だったので、この機に新キャラが加入するかもですね。4、死者の総裁。若手3隊は、いずれも、魚の戦いにおいて、幹部級の戦死者を出しています。平時に戻ったからこそ、一度、このタイミングで、総裁が行われるかもしれませんね。これまでは、そういう描写はありませんでしたが、飛信隊は、歩兵隊副長、学科隊は副長と、組織の重役が死亡しています。5000人隊ほどの規模であれば、大操が行われる可能性も否定できません。特に、個人は副長という以上に盲点の G でもありました。主海平原では戦場なので耐えてましたが、葬儀を行って、しっかりと悲しんだ後に、その悲しみを乗り越えてもらいたいですよね。5、李信の夢取り。将軍に昇格したという区切りから、このタイミングで、李信の嫁が決まる。という可能性もありますね。宝剣戦で急接近した兄弟と、何か進展があるかもしれません。あるいは、生徒の話の中で、お前も将軍なのだから、妻の一人も持て、と諭される可能性はありますね。マーテンも、李信に結婚を勧めたこともありますし、周りから圧力がかかって踏ん切る、なんて展開もあるかもしれませんね。ここらで、誰が、李信の嫁になるのか、決着がついてもいいかもしれません。ここまでが、高確率で行われる4戦からの進展でしょう。そして、この後は、史実に沿って考えると、いくつかの出来事が挙げられそうです。6、呂不韋の死亡。まず、最も近い時期の出来事では、呂不韋の死亡があり得ます。牢内の反乱以降、呂不韋は罷免され、裁きを待つ身となってました。現在は蟄居の身であるはずですが、史実においては、蟄居中も来客が絶えず、その影響力を恐れたせいによって、質問を受け、
直営流刑に処されてしまいます。そして漁船の翌年である始皇帝12年に自身の末路に絶望して自害するのです。キングダムの姓が実問して追い詰めるというのは想像しづらいところですので、代わりに医師か獅子あたりが流刑と実問を推奨するのではないでしょうか。あの呂不韋が絶望して自害というのもちょっと想像しづらいので、キングダムでは別の理由で自害または主教による暗殺になるかもしれませんね。歓喜 VS 胡蝶。そして次の戦いとなると、いよいよ東武完全滅戦を想像するという人も多いかもしれません。しかしその前に重要な戦いが控えています。その戦いとは歓喜の平穏侵攻です。歓喜はこの戦いで蝶の胡蝶と戦い勝利して、なんと10万の首を取ったという史実が残っているのですね。胡蝶は列尾において登場していますが、未だに将としての実力は未知数。飛び付きの戦い方をする歓喜相手にどう戦うのか期待が高まりますね。歓喜軍も魚では包囲のみにとどまり、活躍があまり描かれていませんでした。その分この戦いで黒陽宮の時のように大暴れする姿を見せてもらいたいです。ちなみに李牧に敗北するのは胡蝶戦の翌年ですので、ここまでは一気に描かない可能性が高いのではないでしょうか。8、歓喜の登場。そして歓喜戦が一段落ついたら歓喜の登場があるかもしれません。歓喜は現在の高坊李氏の口から豪華の最上級の実力者だと語られたというところまでしか出番がありません。しかし道が漢を滅ぼす前には歓喜の真への派遣が行われます。描かれない可能性も考えましたが、名前がすでに語られている以上はこの出来事を飛ばすというのはちょっと考えづらいところ。歓喜は聖のお気に入りになりますが、李氏の嫉妬によって暴殺されてしまいます。もしかすると史実よりもまともに見えるキングダムの李氏も歓喜の登場から歪んでいき、史実のように落ちていくのかもですね。以上は連載再開後に描かれると思われる8つの出来事についての予想でした。まずキングダムの展開として考えると、論功交渉と自身体の再編はかなり胸躍る出来事ですよね。また出番が少なかった歓喜の再活躍も今から楽しみになってしまいます。呂不韋と歓喜については省けなくはないエピソードですが、歴史としては重要なポイントなので何らかの形で描かれるのではないでしょうか。ここから中華が大きく動いていきますので、どう天下が変わるのか期待大ですね。今後の展開はこうなってほしい、これが気になったなどありましたら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひチャンネル登録高評価をお願いします。もしリクエストがありましたらコメントやツイッターで教えてください。以上、軍師のコーランでした。またね。